皆さん発声練習始めます。私に続いて言ってください。ヤッホー、ヤッホー、サッホー、サッホー。ありがとうございます。17歳高校3年生のサッホーこと岩立てサホです。よろしくお願いします。おー、サッホー。はい、サッホーです。高3。はい、見えませんよね。見えませんね。見えませんね。はい、あー、なるほどなるほど。高3ですか。あ、それぐらいの大人も入ってくるんですね。いるんですよ。なるほどなるほど。受験どうするんですか。受験ですか。ちょっと考えます。考えますね。はい、そうですね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、私はい、皆さん発声練習始めます。私に続いて言ってください。早いよ。早い。じゃあいきますよ。やっほー、ありがとうございます。13期研究生の17歳サッホーこと岩立サホです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、ヤッホーがこんなに広まってるとは。嬉しいです。はい、私はい、皆さん発声練習始めます。私に続いて言ってください。フライングヤッホーだ。今のやつを、はい、いきますよ。ヤッホー、サッホー、サッホー。ありがとうございます。13期研究生の17歳サッホーこと岩立サホです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。なんで笑うんですか。私だけって思うのは、フライングが早すぎる。はい、皆さん発声練習始めます。私に続いて言ってください。ヤッホー、ヤッホー、サッホー、サッホー。ありがとうございます。13期研究生のサッホーこと岩立サホです。よろしくお願いします。ヤッホーじゃないですよ、サッホーなんです。これ皆さんのあれで決まったんですよ。あのニックネームのモバイルサイト の実はこれ一番あの低かったんです、投票数が。なんですけど私はこれにしました。はい、というわけでですね、私の何でしたっけ今日の、あ、マイブームはですね、はい、皆さん発声練習始めます。私に続いて言ってください。だから私に続いてって言ったでしょ。もう今日は多いな。ありがとうございます。じゃあいきますよ。ヤッホー、ヤッホー、サッホー、サッホー。はい、13期研究生のサッホーこと岩立サホです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、というわけでですね、私の憧れてる先輩は、はい、多いし早い。はい。はい、皆さん発声練習始めます。私に続いて言ってください。ヤッホー、ヤッホー、サッホー、サッホー。はい、13期研究生のサッホーこと岩立サホです。よろしくお願いします。はい、私
一番楽しかったことは、イエーイ、はーい、おー、早すぎ。はい、皆さん発声練習始めます。私に続いて言ってください。ヤッホー、ヤッホー、遅い。はい、ありがとうございます。遅すぎ。はい、はい、チーム B キャプテンの佐保こと岩立佐保です。よろしくお願いします。ありがとうございます。やった。あのですね、はい、じゃあ今日はかなぶん発声練習始めます。私に続いて言ってください。はい、かなぶんです。じゃあいきますね。ヤッホー、ヤッホー、いいよ、それでいい、それで、はい、サッホー、ゆいりちゃんの目が何よ、頑張ったね、悲しそうな目してて、頑張ったね、怖かったね、頑張りました、頑張ったね。私怖くないよ。え、怖くないですよね。早く自己紹介してください。はい、というわけで、はい、チーム B キャプテンのサッホーこと岩立サッホーです。じゃあお待たせしました、村山ゆりさん。大丈夫です。発声練習始めます。私に続いて言ってください。はい、やりましょうね。え、自由参加だよね。やってもやんなくてもいいんだね。いや、指名制なんで。わお。はい、行きます。ヤッホー、やっ、おー、地声でいく。はい、サッホー、もう冷たい。さすが。はい、1枚上手。絶対に考えてたでしょ。うん、今思った言葉を言っただけよ。へえ、はい、というわけでチーム B キャプテンのサッホーこと岩立サッホーです。サッホーさん、サッホー、サッホー、